愛文庫朗読ポッド、今日は、先日行われました、ヨガとそれから音読療法、そしてミュージックメディテーションの、合同企画ともねの時間から、抜粋してお送りしたいと思います。とてもユニークな企画内容でした。ご好評に応えまして、2014年、2月にもまた開催を予定しています。興味のある方はどうぞお越しください。ヨガやる前にまず音読療法 の呼吸法っていうのをちょっとやってみようかなと思って、まずちょっと体の中の血行を良くするために、簡単な呼吸法なので、やりたいと思います。でその呼吸法は皆さん普段からね結構使えるので、ちょっと覚えて帰るといいです。簡単な呼吸法なので、呼吸法の役、果たす役割というのは、今からやる呼吸法やってみれば分かりますけど、普段使ってない筋肉を結構使います。で運動としての呼吸を意識してやるというので、体の整えるのにも役に立ちますけれども、もう一つはメンタルな部分、自分が今呼吸をしていて、今こういう呼吸をしていて、こういう体の状態なんだっていう、今自分自身 の今この瞬間に目を向けていくという、マインドフルネスっていう言い方をすることもできますけれども、我々普段いつも心ここにあらずという生活をしてます。なんかやってても先のこと考えてたり、くよくよね、なんか悪いことを思い出していたり、そんなことをしているんですけど、時々今ここの自分に戻ってきて、で自分自身の、フレッシュな状態にいつでも戻ってこれるという、それを呼吸法を使っているんです。ですごくそれ役に立つので、覚えて帰ってもらうといいと思います。しっかり吐いていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、吐き切ってください。はい、緩めてください。どんな感じですかね。私はもう前ばっかり見て歩くときもだし、携帯見るときとかも前で、前の意識がすごくあるんですけれど、後ろの意識がないので、でもポーズを取るときにはこう後ろの空間もふわーっと感じるようなイメージで撮っていきます。息を吸いながら四つん這いになります。今度は手のひらが根っこになるように、あ、大地をしっかりと押さえるようなイメージで、人差し指と親指の間が浮かないようにふーっと床に押し付けてあげる。次の吸う息でつま先を立てて、お尻を天井の方へと向けていきます。手で床をしっかりと押して、天井の方にお尻を向けて、ゆっくりゆっくり膝の裏を伸ばしていきます。田舎の娘らが着飾って歌を歌っている。
大きな丸い輪を描いて、田舎の娘らが踊りを踊っている。告げて歌っているのは青い翼の一羽の小鳥、低い枝で歌っている。夢見たものは一つの愛、願ったものは一つの幸福、それらはすべてここにある。